皆さんこんにちは、のっぺんです。プロジェクトハイライズやっていきますよ。いしょ、さあ前回までにこちら30回までね到達しました。ですけども今本社オフィスがちょっと今結構建てるのにお金がかかって、ちょっとねこればっか作ってると時間かかるなっていうので、いろいろちょっと作戦を考えていこうと思います。そしてこっちのアパート用のビルもなかなかいい感じで、あのね上の方に来てるんでね。でこっちの方もなかなかですよ。あーで今よく見たら電気の電話が使えないってブーブー言われてる。ちょっと後で後でちゃんとやっとこう。いや今やるわ。こうごめんなさい、すいません。で電話もないってね。ってなるとインフラはどうなのかな。ちょっと待ってね。電話は？あ、大丈夫か。よし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 。いや、全然よしじゃないんだけど。まあまあまあ。まあ、まあ、結果オーライでね。はい、じゃあ、もっともっとね、上の方目指す、目指して頑張ってきまーす。さあ、とりあえず、フロアの方をね、どんどん上に持っていきましょう。このフロア作るのめっちゃ金かかるなー。今、一回作るのどんだけ吹っ飛ぶんだろう。はいはいはい。だいたい3、4千ぐらいか。じゃあもっともっと立てていこう。はい。あー。やっぱ金かかるね、だいぶ。しまった。なんか調子に乗って4回も立てたらめっちゃ金がなくなってる。じゃあエレベーターも作って。はい。はいはい、オッケー。そして、で、配管ボックスも、はい、もうあらかじめ作っておきましょう。さあこっからどうするかですよ。この本社オフィスの広告費がめちゃめちゃ高いからな。5000ドルか。これはちょっとな、これがすんごいハードルが高いな。で放送局が1個立ってるか。うん、大体どの辺に放送局を建てましょうか。じゃあここに放送局を建てましょう。はい、お願いします。でインフラもちゃんと通ってるかな。うん、通ってるね。オッケーオッケー。はい、1個ね、なんかテナントが退去してる。うわマジか、でっかいとこが。あ、こんなに不満を持っていらしたのね。で、ここもちょっとやばいな。ちょっと待ちなさい、待ちなさい。はい。家賃を、半分にまで下げますから。リムジンとヘリチャーターのサービス、作ったけどね。それでもまだ、ご不満でございますか。不満なのか。ここがね、いなくなったの痛いな。また広告費出さないといけないじゃないの。で、ヘリのチャーター。あるじゃない。さあ、ようやくここの人たち、ヘリチャーターのサービスがあることに気づいてくれた。オッケー。じゃあ、もう一個、本社オフィス建てましょうか。でもな、広告がまだ出せないからな。しばらく上のフロアをちょっと、作るのにね、専念しましょう。そして、こっちの方も作っていきたいな。また、テナントが退去した。どこ？なんでなんでなんで？教えて。この場所はうるさくて耐えられない。電話交換機が足りない。清掃サービスが必要。電話は？足りなくないじゃないか。で、清掃サービスか。こんなにあるのに。はい、今日の収益は19,058ドルか。ちょっと下がっちゃったな。じゃあ金が溜まってきたので、じゃあ広告を少し出しましょうか。IT 企業本社と、あと放送局か。銀行本社かな？どっちだろう。で、上のフロアはそうですね、じゃあオフィス系を置きたいところなんですけど、本当はね、本社オフィスにこだわってたんですけど、ちょっとそれはやめて、この、オフィス中と台を何個か立てていきましょう。じゃあ次はこのオフィス中とオフィス台もどんどん立てていきましょう。
エレベーターの近くが好きな、じゃあはい、オフィス中の人で、こっちの法律事務所、はい、で他には金融企業が、はい、じゃあお願いします。でオフィス第2はそうだな、エレベーターの近くが好きなのはこの金融企業か、はい。でこっちの技術系の人とかは、あーそうでもないか、じゃあこっちに機械工業系の企業も、はい、出していきましょう。でインフラを通さなければ、あ通してるか、オッケーオッケー。じゃあ広告もどんどん出していって企業を募りましょう。オッケー、これだいぶ上に行くスピードがね短縮されるね。オッケーお願いします。はい、何個が出てっちゃったよ。2個ぐらい出てっちゃったな。あ、こことここが、なんだ？オフィス用品のサービスと、業務用印刷のサービスがない。ここの人たちも？ここの人たちもそうなの？あー、そうなのか。またサービス増やすの？めちゃめちゃ増やしてるんだけどな。それでもまだ足りないというのか、君たちは。しょうがない。じゃあたくさん増やそう。このサービスめっちゃめちゃ多いな。はい、今日の収益は21,906ドルか。ちょっと戻ってきた。で今公共メーターが壊れてる。ですぐ対応してくれてるね。ナイス。じゃあどんどん企業を誘致していきましょう。まずは IT 系の企業本社だな。じゃあここに1個置きましょう。はい、そしてこっちもどんどん入れていきましょう。うるさいのが嫌いなこの人たちは、ここに入れるのまずいな。じゃあこっちには、じゃあここに制作企業を入れて、でこっちには入れた方がいいかな。入れようか。はい、でケーブルテレビも入れないといけないので、はい、めっちゃ入れるな私。で銀行本社が1社募集がかかったので、じゃあここ入れていきましょう。で今見たら電話が全然足りないから、電話どうしような。じゃあまずここを壊す。そしてこの電話交換機台を置きましょうか。オッケー。で、今、供給数が84も余ってるな。なので、消そうかな。まあ、そのままにしとこうか。どうせたくさん増やすからね。じゃあ、さっき退去したところにもっとオフィスを入れましょう。はい。こんな感じでね。はい、今日の収益は28,130ドルか。いいね、いいね。で、さっき気づいたらね、このリサイクルボックスがね、めちゃめちゃやばい。なので、すぐに、この資源ゴミ収集場を置いたんですけど、どうかな、どうかな。で、ここの、とこにも、さあ、企業を置いていきましょう。そして、こっち、ここだな。またね、テナントが退去しちゃったので、はい、じゃあ、適当なやつを。で、とりあえずオフィス台のスペースを何個か確保して、で広告を出しましょう。じゃあこっちには技術系の会社を、はい。そしてこの用具入れをね忘れずに置いておきましょう。でインフラは通ってるかな。通ってないね。じゃあはい、電気を通して、で電話も通して、ほいよ。で、いいね。で、用具入れ用の電気も通して、で、水道も通すと。配管ボックス。ほい。この戦いが続くな。てか、全然本社オフィス建てれないな。お、IT 企業が1社入ってた。OK、じゃあお願いします。あと2つか。じゃあ、IT 系の企業と、あと、放送局か。じゃあ、二つ出しましょう。
ってなるともう4,797ドルしかないからな、苦しいね。さあじゃあオフィスを埋めていきましょうか。はいはい、じゃあ法律系の企業とあと金融企業、おいで、オフィス第2はこんだけ入れるか。 OK、 はい、で電気も電話も通ってるね。 OK で多分ね防音ドアも立てないといかんな。大丈夫。あーやっぱうるさいって言ってるね。じゃあドア作りましょうか。はい、防音ドア、はい、ドアドア。じゃあじゃあ制作系の企業もう一個入れて、で、あーお金が足りないか。じゃあなんなので、このホワイトカラーの楽園、従業員の数を300人にする。 OK、 これでめっちゃ金入った、いいね。じゃあこの機械工業系の企業を入れましょう。でインフラはどうだ、やっぱちょっと超えるな。じゃあですね、そうね、じゃあここを1個壊して、で電気変圧器台を置きましょう。さあ実はこの強化エレベーターが欲しいから、特注エレベーターをアンロックしましょう。これだね、はい、 OK。 じゃあこの階段をちょっとぶっ壊しましょう。はい、でこれでこの境界をエレベーターを立てる、できるね。 OK、 よし、じゃあお願いします。やっぱ階段だとね、この上り下りの時間がかかるから、この公共の設備が故障した時の修理がちょっと時間がかかるからね。よし、これでもっと早くスピーディーに修理してくれると思うよ。お願いします。でここのゴミな、ゴミ溜まってく一方だな。ちょっとこれはやばい。なので収集所を増やそう。はい、じゃあもうちょっとフロアを増やしそうか。こんな感じ。はい、で収集所はこれだね、これか。でここのフロアができたら、この普通のゴミ収集所も増やそう。はい、今日の収益は21,005ドルか。足踏み状態ですな。だいぶね、このサービスとか、あとインフラを増やしてるからな。めちゃめちゃ余ってんな、インフラ。じゃあ次は、なんか、不足してるサービスはないだろうか。犬のお散歩サービス。なんだそれは。すげえな、やっぱ金持ちは要求する、あれが違うな。あった、犬のお散歩サービス。じゃあお願いします。はい、よし、でインフラも通してね、しっかり。はい、で電話もいるよね。あ、水道もいるのか。はい、で電話、はい、お願いします。じゃあここにゴミ収集所を置きましょう。これでこの溜まってるゴミが少しでも楽になればいいんだが、頑張ってね、みんな。じゃあ次はここに、放送局と、あとは、IT 企業だね。はい、置きましょう。で、放送局がケーブルテレビの引き込みがいるって言ってるから、通ってる？通ってないね。じゃあ通しましょう。はーい。OK。で、もうワンフロア上に行こうか。はい。で、できればアパートの方も、上に伸ばしたいな。はい、でエレベーターも追加して、はい、でここのフロアはオフィス台を入れようか。よしよしよし、いいぞ、今んとこ調子いいな。で広告は入ってるね。じゃあここに制作系の企業を入れましょうか。うん、いいね、 OK、 お願いします。で、金融企業も入れようか。はい、じゃあここに入れよう。はい。そして、
じゃあ広告も出して、でここだな。やっぱ用務員サービスもいるって言ってるな。まあしょうがない、増やそうか。こんなにあるのに。じゃあ電気も通して、もうなんかいや用務員部屋もうだらけになってるんだけど。で、あと警備室もいるか。で、パソコン修理サービスもいるし。そう、さっきちょっと増やしたんだけどな。まだ文句言ってるな。やばい、警備室がめっちゃいる。そんなに警備室いるの？じゃあ、しょうがない、やるよ。はい。もうこれでもう退去しないでね。お願いします。はい、今日の収益は23,643ドル。いいね、いいね。で、公共設備がね、はい、故障してます。オッケーオッケー、ナイスナイス。で、結構いろいろ不満出てんな。なんとか、この、ゴミ箱のところの不満はね、少なくはなったな。で、もうちょっともうちょっと。じゃあ、今日はアパートの方を増やしていきましょうか。はい。で、一個退去しちゃったんだよな。はーい。こんな感じで。はい。で、エレベーターも増やして。で、配管ボックス。はーい。で、水道の方もね、通していきますよ。もうそんなわがままな君たちのわがままに、もう答えてやるからな。もうどんどん来いや。さあ、で、電気も通して。で、確か、あとは、あれか。ケーブルテレビか。はい、了解です。はいよ。でフロアが1個途切れてるな。はい。そしてもう1個上の、はい、フロア作って、でここに本社ビル、本社ビルじゃなくて本社オフィスをどんどん置いていこう。でこっちにや、制作系の企業と、技術系じゃないな。これのどっちか。だいぶスピーディーにね、上立てれるようになってきたな。いいぞ、いいぞ。じゃあ、調子乗ってもうワンフロア分作っておこうか。はい、お願いします。じゃあ、この 2BR のアパートをどんどん建てていきましょう。はーい、じゃあ、2フロア分、この 2BR アパートを建てていきましょう。OK。で、しっかりね、ゴミ箱も置いて、で、インフラも建てて。で、まだね、このゴミ箱は 100% のまんまだから、もう一個ゴミ箱置きました、ここに。よし、いいぞ。これで様子を見ましょう。あ、公共設備のメーターが故障しました。これか。まずい。動いてない。動く？動く？動いてない。動く？動かないな。もうしょうがない。じゃあ、ケーブルテレビの。はい、置きましょう。うわぁ、結構金かかるな。やべ、全然修理に来ない。やっと来てくれた。まあ一応これ、予備の電源として置いておこう。さあ、この空いてるところにも、はい、しっかり置きましょうね。はい。はい、工業設備のメーター故障しました。どこ？あ、よし、今度あたり押してくれてる。問題ここだよな。全然だもんな。めっちゃ文句言ってるもんね、みんな。もう怖いんだけど。はい、今日の収益は24,565ドルか。よし、だいぶゴミ箱。よし、ゴミ箱は、全部、だいぶ空きが出てきたね。で、また公共設備が壊れたよ。どこ次は。どこだ？あー、ここか。はい、じゃあみんな反応してくれ。まずい、反応してない。だから、俺が、電気変圧器中をここに置くしかないね。まあ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 。まあ、どんどん開発してるからね。まあ、何個あっても足りないから。で、ケーブルテレビが通ってないっていう、怒ってるね。はい。ごめんなさい。ごめんね、ごめんね。じゃあ、こっちには、
そうだな。じゃあこの制作系企業を置きましょう。で、しっかり防音ドアを置いて、はい、対策もバッチリ。じゃあ次はここに本社オフィスをどんどん置いていきましょう。はいはい。じゃあ放送局だな。で、銀行本社、そして IT 系企業も置いていきましょう。そしてじゃあこっちにも、はいはいはい、たくさん置いていきましょうね。じゃあ機械工業系の企業を置いていきましょう。あ、しまった、まだ電気通してない。あ、通ってるわ、しっかりしてた私。テナントが退去した。なぜ、あ、ガス通してないおっちょこちょい。はい、今日の収益は、ちょっと字が見えないな。25,935ドル。最高値を更新しておりますね。うん、最高記録。で、今電話壊れてるって、二つ壊れてる。まずい。今ね、このオート改装って言って、一日の最後に、必要な老朽化してる企業をね、回収するっていうのを自動的にやってくれる機能を、オンにしてて、で、それで今ね、この管理事務所のところが、もどきの殻になってるんだよね。なので、じゃあ一時的にちょっと、この電話交換機を増やしましょう。二つか。なんか、こういうやり方ちょっとな、もっと他に、いい方法はないだろうか。で、だいぶ上の方にも、オフィス立ってきたので、この用具入れを入れたいんだけど、もう備品庫が作れないから、じゃあ、この、コンサルタントの一括交渉で評判ポイントを上げましょう。はい。影響力470消費して、評判を10個上昇させる。これで、備品庫が新しく建てれますな。ということで、じゃあ建てていきましょう。はい。で、ちゃんと電気も通して、水道も通す。もう一個か。はい。じゃあ、備品庫じゃなくて、用具入れを新しく建てましょう。はい。ここと、あと、ここだな。で、電気と水も通して、はいはい。で、これで、老朽化のスピードが遅くなるね。はーい。あれ？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 こうか。ほいよ。で、配管ボックスも、はい。じゃあ、こっちに置きまして、よいしょ。で、電話を、この辺まで引こうか。じゃあ、この本社オフィスに、じゃあ、銀行の本社にしようか。はい。じゃあ、1個置きまーす。はい。そして、放送局ももう1個置こう。なので、ケーブルテレビが新しくいるな。はい、どうぞ。そしてこっちには、制作系の企業と、あとなんかいるかな。まあいいか。ただ、今日はこんだけ。はい。地域の大手塗料工場の一つで大事故が起きました。結果的に塗料の調達が難しくなり、価格が高騰しています。工場が再稼働するまでの間、改装や移転のあらゆるコストが 50% 以上増えそうです。マジか。この改装増えるのか。まずいぞ。あー、改装な、結構こまめにやらないといけないんだよな、多分な。さあ、アパートの方は部屋があんま埋まってねえな。確かどっかが、そうだ、家賃下げたままだった。それはいかん。はい。今日の収益は25,811ドルか。ちょっとね、企業系のオフィスのサービスを増やしたんで、で、故障してるとこはもう直したんだ。ナイス。え？ちょっと待って。直ってる？ちょっと確認。ちゃんと直ってるよね。今直してるのか。オッケーオッケーで、よかった。このでっかいとこが壊れると、あー、退去した。じゃあ次はこの IT 系の企業を増やしましょう。はい。
そしてな、ここに放送局を建てるとな、人通りが多くなっちゃうんだよな。やっぱそうだな。だから基本 IT 系企業を重点的に置いてった方がいいんだよな。多分ね、横が大きすぎるんだよな。だから狭くした方がいいか。そうだな、そうした方がいい。よし、そうしよう。じゃあどんぐらいまでにした方がいいかな。まずここは最低限必要だな。2社ぐらいか。そうだな、2社ぐらいにしておこう。よし、こんなもんか。じゃあ今度からこんぐらいまで伸ばしていこうか。あれ、あ、はいはいはい。延焼面積の上限に達しました。区域制限により、この土地では最大6000マスしか建設できません。なので、こっちのコンサルタントで、この区域変更をアンロックしないといけない。だから、どうすればいい？公共の広場エリアが必要なのね。2マス以上。わかった。じゃあ今すぐ対応します。なので、どこだったかな？こっちだったかな？あ、ここだね。で、どうすればいいんだっけ？屋外アートだったっけ？広場だ。そうそうそう。じゃあここに広場ちょっと作りましょうか。はい。で、これで、よし、区域変更ができるね。じゃあお願いします。ほい。じゃあもうなんなんで、もう公共アートも建てましょう。おーし。でもだいぶ影響力なくなったな。一気に390か。さあ、これで、フロアをまた伸ばすことができるね。オッケーオッケーオッケー。よーし。じゃあ、こっからどんどん伸ばしていこう。これでだいぶ伸ばしやすくなるよね。はい、今日の収益は27,771。最高利益更新しました。で、今、だいたい41階まで行ったな。もうこんだけフロアを狭くしたんで、多分ね、もうすぐ、もう50回、60回といけるんじゃないでしょうか。ということでね、さあ頑張っていきましょうか、これから。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしがチャンネル登録、高評価お願いします。ドッペンでした。さよならー。